はい、どうも。代表よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。代表の TBS です。はい、今日の菅総理との、まあ、何時かお昼の会談だったんですが、具体にどのような話をお伺いしますか。はい、定例の党首懇談ということで昼食を取りながらお話をする機会をいただきました。今日はまあこれから本会議も控えておりますので、いつもと違ってまあ正味30分もないぐらいの短い懇談となりました。その中でお話ししたことは、まあ国会も終盤を迎えますので、特に総理から指示のあった経済対策や補正予算について我が党で今提言をする予定で準備をしていますので、ぜひそれを第3次補正予算に反映させていただきたいということを私の方から申し上げました。受けたまった上で検討しますと、こういうお話でした。それから総理の方から、IOC のバッハ会長とお会いした時の模様ご報告をいただいて、やはり日本の取り組みに対して、バッハ会長の方が非常に評価をしてくださったということで、その上で政府と与党としっかり結束をして開催できるように全力を挙げていこうと、その旨をお互いに確認をいたしました。まあ、あとは韓国の問題とかバイデン氏との電話会談の模様とか総理からご報告をいただきました。特にバイデン次期大統領との電話会談については先方の方から安保条約、日米安保条約の第5条この尖閣適用対象ということを言及されたということをはっきりおっしゃっておられました。ですからこっちから言ったんじゃなくて先方からね、そういう話があったという、その関心度、これに対する総理の積極的な受け止めだったと、このように感じました。そういうやり取りのものでした。はい、重ねて伺います。はい、公明党は今日の中央幹事会で、はい、衆院広島3区に斉藤副代表により決定しましたが、はいはい、衆院広島3区を巡るやり取りは菅総理と今日あったんでしょうか。あ、これは私の方から今日こういう手続きを取りましたということで、斉藤鉄夫衆議院議員を広島3区に、候補として、公認しますということを申し上げました。まあ、党で手続きを取った上で、今日現地で記者会見も行う予定ですと、そういうご報告を申し上げました。まあ、総理の方はうなずいて聞いていらっしゃいました。それに対するコメントはございません。こんにちは。最後もう一問質問者です。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、はい、菅総理大臣は、まあ、会食中もですね、マスクをつけたものを、つけた状態での会食を奨励されていますけど、本日のランチはどういった形でおやりになっているでしょうか。これは実際に食べ物を口に運ぶとき以外は最初も終わりもですね、マスクをお互いにつけてやり取りをしました。よろしくお願いします。また私の方から地元でねやる飲食を伴う行事についても、主催者がマスクをつけて飲食してくださいと、実際に飲み食いするときだけ外してください、そういうアナウンスをしながらやってますと、そういう実情もご報告申し上げました。すみません、読売新聞の土井と申します。はい、広島3区に絡んで会食するんですけれども、はい、今後の調整について今日の会談でお話があったのか、もしなかったとしては代表としては今後どうしていきたいと考えていらっしゃるのか。まあ、総理はうなずくばかりで何もおっしゃいませんでしたけれども、まあ、今日党で決めたばかりですから、大事なことはやはり与党として議席を確保するためにはどうしたらいいかということですので、今後両党でしっかり話し合いを尽くしていきたいと、このように思います。すみません、時事通信の姫です。はい、広島3区についてなんですけど、改めて今回の擁立の理由、意義と、あと自公の協力に影響を与えるのではないかという一部懸念もありますけれども、そういったところについてどう考えているか、今後どうしていきたいかお考えお願いします。はい、まあ、広島3区は河井克行さんの議席がありましたけれども、今事件の後半中ということでありますので、こうした経過からするとやっぱり有権者の厳しい反応が予想されます。そうしたことをよく考慮した上でですね、公明党として
与党として議席を売るためには公明党の特にその斉藤幹事長の、まあ、前幹事長のですね実績や人柄、これを有権者にご理解いただくということが一番だとこう考えて擁立したわけであります。それに至るまでは広島の県連の方にもご相談も機会も作りましたし、また党中央にもそういうこともお話をしてきた経緯があります。大事なことはさっきも申し上げましたように与党として議席を確保するということが重要ですから、そのためにどうするかということをこれからよく相談していきたい。もちろん自公の連立政権を維持するために基本的な自公の選挙協力というのはもうこれまで通り、むしろこれまで以上に、しっかり取り組んでいくことが大事だと思っています。はい、NHK 村上さん、お題があります。コロナウイルスの感染者数が、最多となっているところの受け止めと、はい、あとまたその上でですね、GoTo キャンペーン、これについて意見交換があったのかを伺っていますか。はい、総理とも若干その点のお話もしましたけれども、我々が注目しなければならないのはやはり重症化に至らないこと、また重症者の死亡率を高めないことで、結果として医療体制を保持していくことが重要だと考えています。そうしたことを冷静に見た場合にですね、6月以降、つまり緊急事態宣言が明けた後から今日までの死亡率というのは大幅に低下をしているという客観的な事実がございます。また専門医に伺ったところではやはりレムデシベルともう一つのなんとか抗生物質ですね、これはサイトカインストームを防ぐそういう抗生物質ですが、この2つを組み合わせた治療の方法が確立をしてきてかなり抑えられるようになったと。それは公明新聞の日曜版にも専門医のそうしたコメントが載っておりますけれども、そんな状況をよく見据えた上で国民の皆様にもよく知っていただいて、その感染防止とまた経済活動の中の GoTo トラベルとの両立を図れるように感染対策を徹底して、そしてなお GoTo トラベルを適切に実行していくということが大事だと思っています。そういう意味では総理からも今回その、はい、両立という趣旨でやっていこうという思いも今日語られる。そうですね、はい、その死亡率の低下というのは総理からも お伺いをいたしました。また昨日小池都知事が会見でおっしゃってましたけども、検査の数が大幅に増えていると。確かに4月5月頃の東京都内の検査の数と比べると10倍以上になっているのではないかと思われます。そうした中で感染者の数がそれに比例的に増えているということはあるけれども、しかし死亡重症化あるいは死亡率これは抑えられているとこういう都知事の認識も示されておりました。こうしたことをしっかりと継続していくという取り組みが大事だと思っています。はい、コロナの感染拡大でかなり状況変わってしまってますが、会期末にかけてですね、衆議院の解散であるとか来年度の通常国会の召集日についてさまざまな報道などもありますが、今回の今日の菅首相との話で何かそんなことを触れられたでしょうか。今日の総理との間ではね、国会の運営の在り方とか解散がどうという話は一切しておりません。もうこれはかねてから申し上げているように解散は総理がご判断することですから、私の方が、ね、意見を言うべきものではないと思ってますし、総理の方からもお話はございませんでした。読み入りなんですけれども、はい、先ほど広島産科の件で一点確認なんですが、はい、今後の調整についてなんですけれども、はい、今日の西田選対委員長の説明では自民党の山口選対委員長からは、はい、現段階での調整は難しいと回答があったということなんですけれども、今後は何か公明党からアプローチすべきと考えているのか、それとも自民からの何らかの答えを今待っているという認識なのか、どういったところでしょうか。これは今日公明党としての態度を手続きを取って
明確にしたということがございますから、それ以前の山口泰明選対委員長の認識とは前提が違ってきていると思いますので、そこはまあ我が方の西田選対委員長、そしてまた石井幹事長、選挙に対応する要の2人が自民党の方々とよく調整をしていくことになると思います。北海道新聞ですが、先ほどの会食のマスクについてお伺いしたいんですが、はい、本日メニューはどのようなメニューですか。メニューですか。定番ですけど納豆を出していただきまして私は大満足です。あとは小魚のなんだろうね、南蛮ですかね、揚げたものを酢で締めたものとかですね、あとは金目鯛の煮付けも出していただきました。それから多分これも菅総理のご配慮だと思いますが、いぶりがっこが出ました。大変おいしくいただきました。食べづらくはなかったですか、ごまを外して食べてというのは。うん、まあそれはいささか面倒な面もありますけども、やっぱりそういうことをねきちんと対応することによってコロナを乗り越えると、こういう取り組みが大事だなというのは改めて感じました。あと GoTo でも皆さんの代表のご意見を教えていただきたいんですが、はい、北海道などですね、はい、移動自粛を、やられているような状況もありまして、はい、そういった中で国として移動を推奨するというのが矛盾しているのではないかという声もあるのは事実だと思うんですけれど、それについてはどのようにお考えでしょうか。まあ、それは北海道の実情をよくね配慮しながら対応していくことが重要でありますから、知事あるいは札幌の市長等の、ね、取り組みに協力しながらやっていくことが大事だと思います。よろしいでしょうか。代表ありがとうございました。はい、ありがとうございました。